エルプスレーの飛行船、オスカー・エルプスレーは、ドイツの気球乗り、飛行船開発者である。1910年、自らの製作した飛行船が爆発し死亡した、エルバーフェルトの商人の家に生まれた。商人として、海外で経験を積み、アメリカも訪れた。1905年に気球乗りのライセンスを得て、1906年には、 国内の気球レースで優勝を重ね、1907年9月15日には国際飛行連盟の主催するレースで好成績を収め、1907年10月21日にはアメリカで行われた気球の国際レースゴードン・ベネット・カップで40時間で 1403.55km を飛行し優勝した。1908年から動力付けの飛行船の開発を始め、 ラインベストファーレン飛行船協会を飛行船建造のために設立し、ハンガーを建設し、飛行船の設計を始めた。全長53.20メートルで125馬力のエンジンを積んだ飛行船、エルプスレイは1909年12月12日にテストが始められた。1910年7月13日、昨日が天候の変化によって温められたガスを逃がすことが、 出来ずき昨日が避けて漏れた水素ガスに引火して爆発した。エルプスレーラ5人の乗員は死亡した。ありがとうございます。